津田さん、はい、シリーズ嫌われる才能ということで、津田さん、嫌われるの嫌やったやろ、うん、もう本当に注意深く誰にも嫌われないように生きてたんやけどね、うん、どうぞ。最近ちょっとこうやっぱりこうなんていうかな、心の扉を開いて表に出だしたら、うん、面と向かって嫌いとか言われたすごい最初傷ついたけどね。でこうなんかフェイスブックとかで分からないようにしてるつもりやけど攻撃されたりとか、でも本人は分かるよね、あれ攻撃されると、あ、嫌み言うてはるなとか分かるもんね、うん、あ、私にも対して言ってはんねんなとか、そういうことが結構あったけど、最初すごい傷ついたけど、うん、でもまあなんかこの人私のこと嫌いねんなと思ったらかえって生きやすくなって、うん、嫌われてなんぼかなってちょっと思ってきた。津田さんはどっちか言ったらこうアナウンス系のタレントさんやから、自分が主役にならない仕事が多いじゃん、うんうん、そう近いとかね。でそれって割と安全だよね、うん、仕事していく上で、うん、まあ、真ん中の人を盛り立てるからね、うん、自分はあんまり名前が誰だとかって言わなくてもいいみたいな感じだけど、うん、でもまあ自分がこう自分として何かを発信しだすとやっぱりそういうのは必ず来るね、うん、僕もインタビュアーとか司会やけどほとんど意見言わんと、うん、あ、そうですか、でそれを意見を言い出すとやっぱりこれは違うっていう人もいるし、うん、意見の違いを違うって言われるのはいいけど、これ嫌いっていうのは全人格を否定されてる感じがするでしょ。これね、やっぱりね、存在の危機を感じるのかな、うんうん、自分と違う意見に遭遇した時に、うんうん、で嫌いって言われて嫌だけど、でもね何が起こったかっていうとね、うん、嫌いって言われてもいいやと思い出したら、うん、好きって言ってくれる人がすごい増えて、でその好きって言ってくれる人の私の好き度合いが、うん、もうなんか 150% ぐらい好きみたいな感じで来てくれる。これな、前言われたやんか、バンディも、うん、あっち八方美人、十方美人、十五方美人ぐらいやってるけども、ね、やっぱ嫌いな人が出てきてアンチが出たら好きな人一生懸命なるから言って、うん、言ってくれたやんか、うん、だって要せんけどね、バンディさんも私も嫌いな人いるでしょ実は。いや、いるよ、ね、うん、だから相手にだっているって、自分のこと嫌いだっていう人、うん、絶対いるし、いていいし、うん、で ただ私思うのは小学校とか幼稚園 のいじめみたいな、うん、ああいうのはまたちょっと違うと思ってるんだけど、うん、集団でいじめたりとか、なんかこう、うん、それはもうなんか嫌いといじめはちょっと違うと思ってるけど、うん、その嫌いって言われることにへこたれなくて全然いいってちょっと最近思う。そこがでもメンタル強ないと難しいじゃないですか。でも強くないんだけど、うん、で実際に嫌いって言われてる人と、まあ、どっかで会う、あ、今日このなんか会合に行ったらあの人に会うやろなとかっていうのあるでしょ、うんうんうん、そういう時すごく嫌なんですよ、うん、ね、あ、私のこと嫌いって言ってる人が来るって思ったらすっごい嫌で、うんうん、すっごい勇気がいるけど、うん、でもなんか行って別に知らん顔してたら、うん、向こうから喋りかけてきたりなんかするよね。でもちょっとしばらく喋ってるとやっぱり、あ、私はこの人のこと嫌いやったなと思い出すんか知らんけど、どっか行ったりするよね、うん、あ、やっぱり私のこと嫌いやねんなとか。もうでもそれはそれでその人の人生やからもういいや。まあでもその強いファンを獲得するというコツなのかも。そうかな。だってそりゃそうだよね。なんかすごく有名な、すごい人気のある人だって、うん、木村拓哉さんなんか嫌いっていう人もいっぱいいてて、そうやね、好きっていう人もいっぱいいてて、燃えてくれるもんね。嫌いっていう人がいたらファンは燃えて、ね、そんなことないっていう、うんうんうん、津田さんはこの2019年というか2018年の後半ぐらいからでしょ、うん、そういうことを意識したり、うん、精神的になんかこう前に出るっていうね、自分のが意見を言って仕事をするという、うん、ずっと今までのキャリアの中では意見言わずに来たから、うんうん、まだ言うの怖い時いっぱいあるけどね。でもね、やっぱり人生一回こっきりで、うん、自分が主役の人生を生きないと、あ、絶対だってずっとほら脇役の人生、いや、もう耳痛い脇役でもいいんやったらいいけど、うん、でも自分が自分の人生のてっぺんに行かないと主役になるのはやっぱ嫌われるのはしゃあないもんな。しゃあない
主役になりたかったらもう諦めろと、みんなに好かれるの、いや、それ全員に好かれることがあるかも、もうあるかもしれないけど、うん、別に嫌われても好かれてもどっちでもいいかなっていう感じ。でもすごいなんか津田さんの言ってることがとか、なんか津田さんにとかって言われると嬉しいから、ありがとうって。いや、嫌われるのやっぱ才能やね。才能かな、これは貴重なコメントを取れたと思います、うん、嫌われる才能。津田直美さんも頑張って。頑張る嫌われる練習してみる。どんな練習や。ありがとうございました。ありがとうございました。